UAD ヘリオスタイプ69とは、イギリスのヘリオスカンパニーのスタジオコンソールプリアンプと EQ をプラグイン化。ヘリオスのコンソールは、レッド・ゼッペリン、ビートルズ、ジミ・ヘンドリックス、ピンク・フロイド、ザ・フー、ボブ・マーリーなど、多くのレジェンドアーティストによって使用されてきた歴史があります。 UAD ヘリオスタイプ69はハードウェアの音を忠実に再現。クラシックロックのテイストを持ったプリアンプ EQ プラグイン、アナログならではの適度なブーストカットができる3バンド EQ です。こんな人におすすめ。ブリティッシュロックっぽい音質に仕上げたい人、低音の存在感をどっしりさせて迫力を出したい人。機能概要、使い方。ヘリオスタイプ 69EQ&プリアンプという製品名なので、プリアンプはどこかというと、インプットセレクトとプリアンプゲインのノブが上部にあります。インプットセレクトはラインとマイクを選べます。マイクを選んだ時にトランス回路を通った音をエミュレートします。ゲイン値の設定はプラス20、30、40、50、60、70dB を選択できます。プラス 40dB 以上は破壊的なノイズが増えるので実用的ではないですね。20か30にしてアウトプットフェーダーを下げて調整します。EQ、EQ インがスイッチになっています。 EQ インが上向きの時に EQ がオン、下向きの時に EQ がバイパスされます。隣にあるのはフェーズスイッチで、通常時は下向きで OK です。マイナス20と書かれているパッドスイッチはインプットがマイクになっている時のみ有効になり、入力信号をマイナス20dB減衰させます。広域調整、ハイシェルフゲイン、ミッドゲイン、ベースの3つのノブが用意されています。ハイシェルフゲインノブは 10kHz で固定した周波数を調整、 4dB ステップでマイナス 16dB からプラス 12dB までブーストカットすることができます。ギターアンプのトレブルノブのような印象で調整できます。周域調整、ミッドコントロールはバンド Q を選んでから右上のノブでゲインを上げ下げします。 700Hz から 6000Hz の間を調整します。最大 15dB のブースト、 9.9dB のカットを行うことができます。 PK に合わせた時はブースト、 TR にした時はミッドカットです。最後にベースです。ベースの周波数値が 60Hz、100Hz、200Hz、400Hz のいずれかに設定後、右上のノブで上げ下げします。このノブはベースカットの時は動作しません。導入時注意点、オートゲインなし、プリアンプ、EQ をブーストすると音量が上がるため、音量を上げたくない時や割れてしまう時は手動で調整する必要があります。CPU 負荷。
プリセットでも比較、キャラクターは違うのですが同じコンソールプリアンプエミュレーションということで、 UAD ニーブ1073と比較、ヘリオスは低域に存在感がある印象で、ニーブに比べると若干重心が低くどっしりした音になる感じです。まとめ、アナログコンソールを再現しているだけに角が取れて聞きやすいトーンになります。パワーのあるクラシックロックのテイストを残しつつ、他のトラックと音なじみが良くなりますね。ヘリオスは EQ のメモリ、特に低域を上げた時はパンチある音に変わるのが気持ち良いです。